こんにちは、のぶです。では、688日目、左足のアウトサイドチャレンジ100回ということで、今日も、まず、当面の目標である、40回に到達すべく今日も、頑張っていきたいと思います。最近、30回ぐらいいけるようになったので、ちょっと気合でなんとか40回いければなと思います。というところで早速、やっぱりボールと自分との距離、そしてミートポイント、いつもこうくるぶしとかの方にくるぶしあたりで蹴ってしまって自分の体の後ろに行っちゃうとかやっぱり あるので、そこをやっぱり意識して、今日も行きたいと思います。では行きます。くるぶしとかあっちの方くるぶしあたりでこう蹴ってるんで、ここで蹴りたいんですけどこっちの方で蹴っちゃってるんですよね。やりすぎなのかな、こっちに。もうちょっと、16回。前に、もう
25、今行きました。ちょっとフェードアウトしちゃいましたね、今。